ヘンリー・スチュアート、ダーンリー卿ヘンリー・スチュアート、ヘンリー・スチュアート、ロード・ダーンリー、1545年12月7日から1567年2月10日は、スコットランド女王、メアリーの二人目の夫、王廃、キング・コンソート、初代オールバニコー、ロスハク、スコットランド王・ジェームズ六世、イングランド王・ジェームズ一世の父、ヘンリーは1545年に、 イングランドのヨークシャーで、第四代レノックス博、マシュー・スチュアートとヘンリー・パッセイの名、マーガレット・ダグラスとの間に生まれた。父レノックス博は、父系では、王家の先祖でもある第四代王室執事長、ロード・ハイ・スチュアード、アレグザンダー・スチュアートの末裔で、スチュアート家の一員であり、また父方の祖母エリザベス・ハミルトンが、スコットランド王・ジェームズ・二世の外孫である。 ため有力な多い継承権も持っていた。しかし、1544年に、イングランド軍を率いて、ダンバートン城を占領衆としたため、スコットランドから追放されていた。イングランドへ逃れたレノックス博は、ヘンリー・パッセイに心よく迎えられ、名のマーガレットとの結婚を許された。母マーガレットは、ヘンリー・パッセイの姉マーガレットとアンガス博、アーチボールド・ダグラスの娘で、女王。 メアリーの父ジェームズ5世のイフ妹であった。マーガレット・ダグラスは野心家の女性で息子ダーンディ教徒女王を接近させようと1560年にメアリーの夫であった。フランソは2世の弔問にダーンディ教を赴もむかせた。メアリーがスコットランドに戻ってくると、レノックス博一家は復権を許され、帰国も認められた。先にスコットランドへ帰国していたレノックス博は、 息子のダーアンリー教を故郷に呼び寄せた。1565年2月18日、ウェミース城でメアリーとダーアンリーは再会した。メアリーは重低ダーアンリーに一目惚れした。メアリーは彼の自分より長身で金星の取れたスラッとした体つき、ロンドン級廷仕込みの洗練された優雅な物腰が気に入った。またダンリーは陽気で、メアリーと同じく狩猟好きで、リュートや、 死やダンスが得意であり、このようなところも二人は共通しており、メアリーの好みに合っていた。さらに、彼はスチュアート家の血を引くカトリックであり、しかもヘンリー七世の彦で強力なイングランド王位、継承権をも、いるのも好都合だった。早速メアリーは、ダンディとの結婚を考えるようになる。当時、メアリーの再婚相手について様々な相手が、 検討されていたが、いずれの結婚も、エリザベス一世やカトリーヌ・ドメディシスの某などにより、実現していなかった。このダンディーとの結婚も、内外からの多くの反対にあった。まず、カトリックの国王が誕生することに、多くのプロテスタント貴族や国民たちが反対した。組合貴族たちの宗教改革により、スコットランドの国境はプロテスタントになっていたためで、ある。 また貴族たちの中には、レノックス博に祝縁を抱いている者が多かった。だが、メアリーとダンディの結婚について先頭に立って反対したのは、マリ博、ジェームズ・スチュアートだった。彼は、もともとは、メアリーのイボ兄というだけで、王位に対して何の正当な権利もない、ただの私生児に過ぎなかったが、メアリーがスコットランドに帰国して、以来、信頼できる肉親として、 修道院長から伯爵にまで出世し、絶大な権力を振るっていた。マリハクは自分の権力が失墜するのを恐れ、イングランドのエリザベス一世に結婚の阻止を頼んだ。マリハクはダーアンリー夫氏が自分を殺そうと狙っているとも主張し、メアリーと激しい抗論になった。マリハクはメアリーとダーアンリーを誘拐した上で、ダーアンリーをイングランドへ追放し、 メアリーを退位させて自分が政権を握ることを計画していたという説もある。エリザベス一世にとっても、それでなくともイングランド王位継承権を持ち、自分の要求通り王位継承権を放棄しなかった。メアリーは、いまいましい存在だったが、強力なイングランド王位継承権を持つダーンリーと、彼女が結婚することはさらに大きな脅威だった。まだ先代のイングランド女王メアリー一世が、 存命であり、メアリーがフランス王大使費だった時に、メアリーは2通の結婚契約書にサインしていた。1つは、と書かれていた。そしてもう1通、こちらの方は国費であったが後に内容が明らかになってしまった契約書があった。そこには、と書かれてあった。この結婚契約書が明らかになった時から、メアリーとエリザベスとの間に、 生涯にわたる深い確執が引き起こされることになった。エリザベス一世はダーンリーにロンドン帰還を命じ、命令に従わなければ反逆罪とみなすという厳しい態度を見せ、さらにまだイングランドに残っていたダーンリーの母マーガレットをロンドンと遊兵した。エリザベス一世は多い継承権について弱みを持っていた。ヘンリーパッセイはキャサリン・オブ・アラゴンと離婚し、 エリザベスの母アンブーリンと結婚したが、しかし依然として、前王妃のとの離婚は、ローマ教皇に認められておらず、ローマ教皇やカトリックの国々の王から見れば、エリザベスは非着出子であり、メアリーこそが正当なイングランド王位継承権の持ち主であった。ヘンリー・パッセイも遺言状には、エリザベスにイングランド王位を継がせると書いていたが、その前に自ら、エリザベスは、 着出死ではないと宣言していた。勝利を確信したレノックス博とダーンディ恐怖氏は、厳しい女王エリザベス一世の命令に対して聞く、耳を持たなかった。メアリーは、ローマ教皇に結婚許可を求める手紙を書く前に、ダーンディをロス博に除した。7月22日にはダーンディが熱望していたオールバニ公の地位も与え、7月28日には、 スコットランド王の称号も与えた。周囲の反対を押し切り、二人は1565年7月29日にホリルード宮殿で結婚式を挙げた。8月1日にマリハクがエリザベス一世の援助を得て反乱を起こし、メアリーとダンリーも戦場に向かったが、ボスウェルハク、ジェームズ・ヘップバーンにより鎮圧された。マリハク一味はイングランドに亡命した。 しかし間もなく、メアリーは、夫のダンディが、両親から甘やかされて育った非常なエゴイストで、野心家であることが分かった。彼はメアリーが議会で許可する前から、盛んに共同統治者との地位と、完全な実権を与えるよう妻に要求した。また、ダンディ卿は、美しい女性に目がなく、浮気にも走るようになった。メアリーは、自分の軽率な結婚を後悔するようになっていった。 ダンディ卿は傲慢な態度をあらわにするようになり、メアリーや周囲の者の怒りを招いた。11月後半にメアリーが病気になっても、ほんの数分姿を見せただけで、ファイフへ狩猟に行ったまま9日間も帰ってこなかった。メアリーは12月にはダンディ卿から国王の称号を取り上げ、二人の顔を掘らせた銀貨も回収してしまった。一方ダンディ卿は、 メアリーが冷たくなったのは、メアリーが信頼する秘書官、デイビッド・リッチオと不倫しているからに違いないと、長身とはいえメアリーの秘書に過ぎない男と妻との席を邪推するようになっていった。リッチオはピエモンテ生まれで、はじめはサボイア大使、漏れた白の友として1561年にスコットランドにやってきた。カトリックであることもあり、メアリーに気に入られたリッチオは、 はじめは音楽家として使えていたが、利害次第でたやすく背くスコットランド貴族より、忠実で信頼できると思ったメアリーによって自重に取り立て、その後に秘書官となっていた。大勢の者がメアリーとダーンリーの結婚に反対したが、ダーンリーの友人だったリッチオだけは祝福した。しかしダーンリーは、そんな友人のリッチオにさえ不信感を抱くようになった。そんなダーンリーに、 リッチオの県政に反感と危機感を抱いていた貴族たちが接近し、リッチオ殺害の企みに署名させた。リッチオを殺害した暁には、ダンリーに国王としての実権を与え、見返りに、プロテスタントの信仰を保護し、さらに、マリハク一味の復帰を認めるという条件であり、他に、マリハク、アーガイルハク、グレンケアン、ルース勉強、モートンハク、リンゼー、 アランハクの被着室師、ジョージ・ダグラスが署名した。1566年3月9日、ホリルード宮殿で数人の親しい人々とメアリーが断傷していたとき、突然暗殺者一味が部屋に押し入り、立地王、メアリーの目の前で滅多刺しにして殺害してしまった。このとき、一味はメアリーをお腹の子供もろとも殺害するつもりだったという説もある。 この事件の前の2月13日にイングランド大使ランドルフはレスター博ロバート・ダドリーに宛ててとこの事件を予測するような手紙を書いている暗殺者たちはメアリーをホリルード宮殿に遊兵しダーンリーに完全な王位を与えることを迫ったがメアリーは断ったその後彼女はダーンリーに反乱貴族たちは彼にとっても信用できない相手あることを説明し 説得することに成功した。このタ隊長、アースキンの助けによりメアリーは宮殿を脱出し、ボスウェル博、ハントリー博、アソール博、フレミング博らと合流し、8000人の兵が集結した。フリと見たマリ博一派は再び、イングランドへ逃亡した。1566年6月19日、メアリーは南山だったが、無事、ジェームズ、後のスコットランド王、 イングランド王ジェームズ一世を出産した。しかし、これでイングランドとスコットランド両国の国王になる。夢が完全に絶たれたダーンリーは、息子の誕生を喜ばなかった。それどころか、自分の子か、疑わしいとさえメアリーに対して言った。ルース弁により頭に銃を突きつけられ、動いたら殺すと脅迫された上に、目前で長身の立地を殺されるという恐怖を味わわされたメアリーは、 夫への愛情が完全に冷めてしまった。夫婦の修復は困難になっていた。1567年、ダーリーは病気にかかった。梅毒だったという説もある。この頃のメアリーは、夫がまたしても陰謀を企み、今度こそ自分を大意に追い込もうとしていることに気づいていたという説があり、パリでも同様の噂が広がっていたという。またこの時期、 ビートン大司教もメアリーに安全のために一刻も早く国王と和解するべきだという手紙を送っている。メアリーは肩だけでも夫と和解することにし、一月二十日にグラスゴーのレノックス博の館にいるダーンリーに会いに行った。久しぶりに顔を合わせた夫婦は周囲が驚くほど親しげな様子を見せた。メアリーはダーンリーに、はじめは ホリルード宮殿への帰還を提案したが、断られたためクレーグミラージュに共に行くことを勧めた。しかしダーンリーは、エディンバラにある、旧司祭館のカークオフィールドで療養したいと言った。彼の要望通り、メアリー一行は、カークオフィールドへと向かい、一行は2月1日に、カークオフィールドに到着した。メアリーはこの館で何時間も、病気の夫に付き添い、久しぶりに、 夫婦は和やかに話をした。二月九日の夜には、ダーンディーの体調も回復したということで、翌日には、ホリルード宮殿に戻れるため、ダーンディーのために、送別の縁が開かれた。大勢が飲んだり歌ったりと、誰もが上機嫌だった。そんな時、メアリーがふと休養を思い出した。この日、メアリーは、長身のバスティアン・パージュと女官のクリスティアーナ・ホックの結婚式に出しており、 パージュたちとこの後の結婚祝いの舞踏会にも出席すると約束していたのだった。途端にダンディは不機嫌になり、約束が違う。今夜はここに泊まってくれと言い始めた。メアリーはそんな夫を何とかなだめ、新婚夫婦の舞踏会に向かった。ダンディの機嫌は直らず、彼は延々とメアリーの悪口を並べ立てた後、近時のウィリアムテイラーとワインを飲み干す就寝した。しかしその日の夜中、 何者かによって、館は爆破され、1567年2月10日に、彼とテイラーの損傷のない遺体が発見された。この暗殺は、メアリーとボスウェルが共謀し、ボスウェルが実行犯だったという説がある。しかし、ボスウェルほどの熟練した軍人が、なぜわざわざこのような、大掛かりで目立つ方法を選んだのかと、う反論もある。ダンディは自分を残して、 武藤会に行ったメアリーに対して愛盗服を立てていたため、この爆破事件はカトリック国王としての単独統治を狙ったダーンディーが仕組んだものであり、彼はほんの少しの手違いから自分の陰謀により命を落としたのではないかという説もある。ダーンディー殺害の動機に関しては、メアリーがボスウェルトの不倫の恋に盲目になっていたため、邪魔な夫を殺害したのだという説が根強いが、 この説にはいくつか疑問点が残る。まず、ダンディの生前からのメアリーとボスウェルの不倫を主張しているジョージ・ブキャナンは、はじめはメアリーに仕えていたが、後にメアリーの敵対者たちに寝返り、彼らの依頼を受けてメアリーに関する数々の誹謗文書を作成し、さらにメアリーの息子、ジェームズの教育係を務めることになった人物であり、彼は明らかにメアリーに関して、 史実と異なると思われる記述もしているため、その記述の信憑性には疑問が残る。また、ダンリーやマリハクにとっては、格好の攻撃材料になると思われる二人の不倫だが、メアリーとボスウェルの不倫を彼らが非難したような記録は全く残っていない。またメアリーは、よく自分の宮廷に洗練された、フランスやイタリア人の芸術家たちを好んで招き、彼らとの会話を楽しんでいた。 このことやダーンリーを結婚相手に選んだことからもわかる通り、メアリーが好むのはかつて彼女がいたフランス宮廷の雰囲気を思わせる優雅な男性であり、そういった男性像からボスウェルはかけ離れているように思われる。現にメアリーがボスウェルに男性として魅力を感じている発言をしたという記録も残っていない。1567年5月14日に 行われたメアリーとボスウェルの結婚式の様子を記した記録によると、式はプロテスタント式で行われ、メアリーはどこか取り乱した様子であり、ごく内輪の祝宴が始まっても、ほとんど口を開かなかったという。また、新郎新婦のメアリーとボスウェルは、それぞれ遠く離れた長テーブルの端に座っていた。メアリーの忠実な顧問であったレスリーロス司教の記述によると、 プロテスタントの結婚の儀式を終えたメアリーは涙を流し、ロス司教を呼ぶと、神聖なカトリック教会に背くような真似は、もう二度としませんと固く誓ったという。このように当時の彼らの結婚式の記録からは、虜になっていた、ボスウェルとの結婚がようやく叶って幸せで、たまらないというメアリーの様子は健闘だない。メアリーの敵対者の一人であったカーコーディによると、 メアリーはダーンディーが死去した後、女王はボスウェルと離れるくらいなら、フランスやイングランド、それにスコットランドを失っても構いません。ボスウェルと引き離されるくらいなら、粗末なペチコート一枚となって、この世界の果てまで行った方がましですと語ったという。しかし、後にイングランドで旅修になったメアリーは、ボスウェルから初めて結婚の申し込みを切り出されたとき、私は、 彼の期待を裏切るような発言をしましたと供述している。また、メアリーとボスウェルのダーンディー暗殺に関する証拠として、有名な小箱の手紙についても偽造説が出ている。まず、このメアリーの手紙の中のソネットの出来が、メアリーが作ったものとしては平凡な感じがするというのである。メアリーはフランス宮廷にいた頃、メアリーに対して多くの死を捧げ、 かつての彼女の詩の教師でもあり、当時詩聖と呼ばれたピエールド・ロンサールからも称賛されるほど詩の才能に恵まれていた。また、このソネットの中のすがりつくような調子が女王らしからぬ調子で腑に落ちないとも言われる。この小箱は1567年6月20日、ボスウェルからマリハク側が押収したとされているが、この中の手紙は英語とラテン語で書かれている。 原本はフランス語で書かれたらしいが、肝心のフランス語で書かれた手紙は4通だけである。そもそも小箱の中に何通りの文章が入っていたのか、それさえもはっきりとはわかっていない。しかもどの書類にも日付がなく、適当と思われる順番に並べ替えることも可能になる。最も疑問を感じるのが、長い手紙と呼ばれる書簡で、病気のダーアンリーを迎えに行ったメアリーが、 グラス語で書いたと言われている。手紙を読むと目前に迫ったダンディの暗殺についてメアリーが密かに連絡を受け承知していたことがわかる。しかし大きな疑問点としてメアリーが手紙の中でそのような危険極まりない暗殺計画についてとうとうと自分の考えを述べている点が残る。数日後には共犯者のボスウェルと再会するはずであった。それにメアリーが 手紙の中で何度も頼んでいるにもかかわらず、なぜ、ボスウェルは、文字通り爆発的な危険をはらんだ、この手紙を処分しなったのかという点も、大きな疑問として残っている。そもそもこの小箱の中の書類の原本の存在さえ、疑問視する意見もある。一方で、小西明子のように、メアリを落とし入れるために長い手紙や詩を書く必要は、なく、一辺の手紙でことが足りる。 フランス語で死をかける人間がスコットランドには限られていたことから、やはりメアリーが書いたものではないかと主張する歴史家もいる。もっとも、その小西でさえもすべてがメアリーの書いたものではなく、偽造が含まれていただろうと書いている。また、小西はメアリーの息子のジェームズ一世が手紙を破棄していることから、ジェームズは本物であることを知っていたのだとしている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。